では、濡れてる状態の紙にクイックドライミストをつけていきたいと思います。であまり、離して使わずに、まあ、紙から10センチぐらいの距離で、まあ、セミロングの型で10プッシュぐらい、全体につけていきたいと思います。でドライヤーの熱は、最初根元の方から当てるようにして、後ろから前方向に向かって乾かしていきます。8割から9割ほど乾いたら、ここでブラシを入れていきます。でこのクイックドライミストは、熱から髪の毛を守り、髪の傷んだ部分ですね、熱補修してくれる、そういう役割もあります。これで、ブローの終了です。